というか、私今冷房をつけてるんですけど、体温が熱いのが25度ぐらいにしてるんですよ、設定を。もう部屋の中が熱気で溢れてたので、ちょっとこれはさすがにって思って、換気しつつ、もうね、一旦暑いんで窓開けたりとかして、換気しつつ冷房を入れてるんですけど、本当5時ぐらいからもう無理だと思って、5時6時ぐらいからつけてるんですけど、全然なんて言うんだろう、全然暑いんですけど。でね、どういうこと？何度設定？今ね、25度。そう、いつもは27度ぐらいにしてるんですけど、25度です。ね。まあでも私、性格がややこしいんでね。もう冬は寒がりだし、夏は暑がりなんですよ。そう、ちゃんと冷気は出てるんですよ。で、なんて言うんだろう、扇風機で、サーキュレーターで、なんだっけ、エアコンからこう出てるとこにちょうど扇風機を置いて、こう360度行くようにしてるんですけどね。まあ暑いということで、いやー、この時間はもうしっとりかな。あれ、ツイッターに言ってなかったっけ？お代理がドボン頑張ってる。よし。エアコンと対角の位置に置くとよく効くらしいですね。ロマンスかくれんぼは確かなかったんですよね。プレミアム会員になりたいな。月額580円、そんな高くないけど、広告なくないし、キー設定とかコード譜の編集とか、オリジナルコード譜の作成とか、そう、カポの位置がをもう固定できたり、なんていうの、
速度も変えれたりする、盛りだくさん。でもいらない。なんだっけ、歌詞しかないな。なんだろうこれ。まあちょっと。チューニングしなかった。共演者の皆さんにどんなミサオネームですか。ハッシュタグミサオネームってつけてたよね。ね。おもろい。ジュダさんバラ、カバキチさんバラ、エイジさんハイビスカス。ありがとうございます。500円、毎日絶対弾くわけじゃないからさ、私だから本当にコンサートとかがなくなってちょっと暇な時に入ってみたいな。でもさ、一回入ったらなんかそれに慣れちゃって、それに慣れちゃいそうですね。大変ないけど、もう自力でやろうと思えばできるけど、ほんとめちゃめちゃ暇な時にやるぐらいなんで。そう、できるかな。あ、わかんないわ。ロマンスかくれんぼです。なんか誰かが耳コピしたやつしかないんだよね。
メだな、頭が働かないですね。できる。でも耳が痛い。ちょっと待ってくださいね。ちょっと近づけて。ちょっとやってみよう。待て、いいか。そよ風が通り過ぎて、感じが欲しい。どこ行った？欲しいだけ一番欲しいじゃない、あれ違う、あ、それ2番か。揺れる影も欲しい、誰にも言えない、私の初恋、そう知らんもん。
ほど。ねえ、合ってないな。じゃあ違う曲いきます。エイジさん、いいねスタンプありがとうございます。ロクさん、ブラありがとうございます。ぜひ皆さんリクエストをしといてください。ゆきたんさん、バブルヨミンさん、だるまありがとうございます。ずっとずっとないね、その曲。ファーストラブもない。めっちゃ白飛びしちゃうな。黒だから。ウクレレ弾けるようになったな。平井大さんぐらいウクレレ弾けたら楽しいだろうな。人生ごと楽しそう。もう一個下にしようか。タブブにキャッチ。ないんですよね、それが。ない曲いっぱいなのでリクエストできるので、ぜひリクエストしてください。平井大さんぐらい弾けたら普通絶対楽しい。よし、じゃあここから本格的に始めますけど、多分30分ぐらいで終わるかな。ちょっとまあでもいいか。そう、ちょっと
やらなきゃいけないことがいっぱいあるので、線路脇にタンポポが咲いていた。長かった冬が終わり、待ちわびた春が来たんだ。日差しの道を歩き、恋でもしようか。中は分かんない。なこやのやつですよね。なこちゃん、のやつ。なこさんのやつっていうのは分かるんですけど、分かんない。いいんくわさかいいいかし、ビンゴ発見した。私ビンゴ引いたことないですよね。寂しくわかんないけど。いやでもわかるか。懐かしい。
懐かしい、ちょうちゃんのやつ。あばしりさかさん、ファイズスタンプありがとうございます。エイジさん、インサブ、バクさん、バラ、ありがとうございます。さあ、福井は分かんないな、さすがに。福井すごいんだよ福井。ツイッターフォローしました、ありがとうございます。しんごさん、ハートありがとうございます。どうしようかな、何弾こうかな。フジッピさん、音符ありがとうございます。ビンゴで迷い変わった。
前髪はいつもこんな感じです。それ乾燥してんのかな、やっぱ。私ドライアイだからさ、冷房がないと生きていけないけど、冷房苦手なんですよね。冷房と暖房、あのね、空気が乾燥するから超目が乾燥しちゃうんです。多分ドライアイの方ならわかるってなると思うけど、本当にストラップね、右側にあるけどね、左側にねつけるとこがないんですよ。ここからこっちに。だからちょっとなんかつけるやつをやんなきゃいけないんですよね。そう、こっちにはねあるんですよね。あと何て言うんだろう、こっち右ボディの方にはあるんですけど、かけるところがちゃんと。そう、クレイヤーのものはね、できますよ。紐でネックの先に通すんだよ。なるほどね。でもね、ストラップも持ってないんですよ、私。そう、だからちょっとなんか可愛いの欲しいなと思ってはいるんですけど、なんかちょっとさ、そうなんか可愛いのをあんまり、でもね、あんまり探せないんですよね、まず。そうそう、だからどっかで引くとかになったらちょっと一旦探そうかなってなるけど、お家で引く用だから全然探せないんですよね。ストラップはね、ちょっと可愛いの見つけたいなとか思ってるけど、ね、今もう可愛いのがめっちゃありますからね。いろんな可愛いのと言いつつ奇抜なのつけてさ、奇抜なのってどういう感じ。でも紺なんで、でも黒がいいかな、私的には。黒でこのストラップのこっからここまでの間に、あの可愛いワッペンとかを貼って、でいっぱい貼り付けたい。そう、っていうイメージ。絶対可愛いなと思って、それだから黒のストラップにこんぐらいありますね、確か。こんぐらいあるから、このこっからここまでの間に、ほんとちょっとレトロなアイロンシールでもワッペンでもいいから、レトロなやつとかをもうブワーって敷き詰めたい。そう、なんか絶対可愛いなと思うけど、そうさ、サイレントディムース、ハートアリストです。ワッペンできるのかな、普通に。やりたいってなると。敷き詰めると使いにくそう。でもね、ちゃんと自分が使いやすいように作れちゃうんですね。器用貧乏だから。ユメル？グリフラ？
グリーンフラッシュ、あの舞台のお稽古行ってきました。そう、でも本当にめっちゃ面白い方が、面白くて優しくてっていう方々ばっかりで、もうすごいほっとしました。もうすんごい怖い方いたらどうしようかと思ってた。だからすごい、皆さん本当に歌も上手だし、ダンスもめっちゃ上手だし、やばい、私も頑張らないと、と思ってます。そう。ラッペンはこちら。これはね、100円ショップなんですけど、めっちゃかわいい。もう配置も最高、私の中でね。これ全部100円ショップなんですよ。なんか不意に通りかかった時に、え、かわいいと思って、でそこで思いついた。まだ多分ミッキーがちょっと取れ、これがねちょっと硬いんですよ。だからちょっと取れてきてるんですけど、他はめっちゃいい感じ。ピューロとヒューローとディズニーコラボ、そう、かわいいじゃん。さあこれもかわいい。え、かわいいな。そう、なんかワッペン集めたいなと思ってきちゃってそう、なんかこういうの好きなんですよね。なんかいろんな、まあ、どこに貼るのって言われたら、うんってなるけど、なんかね、なんならもうここにこのパソコンケースってさ、もう永遠に使うじゃないですか、壊れるまで。だからパソコンケースに貼っていってもいいなと思って、ここに、それもかわいい、それかわいいわ。耳の長い子犬、これはシナモロールです。シナモロール、シナモン派ですね、私。そう。アイロンでね、アイロンシール、アイロン、なんていうんだろう、アイロンワッペンなんで、アイロンで、ツーってやったら、いけるやつですね。ブロクソに目覚めって言われる。いえいえ、ありがとうございます。モロちゃん、もうね、みんなの名前覚えるの必死です、私。そう、もう空き時間、待機時間にみんなの顔をもうめっちゃ見てますね。だから目合った時めっちゃ気まずいめっちゃ気まずいけど、あっつってやってますよ。あっ、どうもーつって、まあニコって笑えばね、相手もははってなるんで。
があったら、いやね、みんなが勢ぞろいしてる時に、で、あの誰どなたかがそのいろいろ出る順番とかあるじゃないですか。だから本当私が出ない時に、ちょっと座ってる時にいろんな人をこう、もう向こうにいる人とかも、あの人は、なんとかさんで、あとあのツイッターにも載せてますけど、皆さんのお顔が載ったダンスレボリューションの出演者一覧のやつ、あれを見ながらこう照らし合わせてますね、シルエット。はい、ミュージカルダイヤモンドとハートは何？それはね、組で分かれてて、私はダイヤ組、ダイヤ組、あ、見えない、私はダイヤ組、ここのマークがついてあるんですけど、ダイヤ組の方で出させていただきますっていうことですね。だからダンスレボリューションっていうあの舞台の舞台をするのするのが2組あるんですね。そう、2組あって、いや戦いませんと、なんて言うんだろう、2組あって交代交代に昼夜夜昼昼夜夜昼昼夜みたいな感じで、1組ずつ、1日20はそれこそハートが午前中、ダイヤが午後みたいな感じで、もう出演者がとね、あと今回は本当にいろはちゃんといろはくんがいるので、本当あのハート組は木村咲也さんが、男の子いろはとしてなるので、すごいなんか楽しい、そう、なんて言うんでしょうね、なんかこうってなんか、ね、違いも二公演見るとちょっと違いも面白いかなって思います。あとはルミちゃんっていう役が、ハートは確かルミちゃんなんですけど、ダイヤは男性キャストに変わってたりとかするので、すごいね、それも面白いかなって私は思いますね。うん、みんな覚えてますよ、名前を覚えていってます。ネームプレートつけてる、そうなんですよね、 AKB とかって結構ネームプレートつけてるからさ、すぐ覚えれるんだけど、さあ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 、Feel off.
水よがっても心は丸見え、沈んだその声漏れるラビュー、傷ついてそう思いたくてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみ少しだけ止まりもいいよね。明日いいことあるかもしれない。コメントくれさん音符、あの姉さんパチパチスタンプ、よくゆうさん音符ありがとうございます。ゆきりん、ニックネームのネームプレゼント、プレゼントいるこれなんか名前覚えられないからつけてってなるね。あげがち共演者の方が飲むの落書きしてません、してません。みんなね自分でちゃんと持ってくるんで、そう、その代わり B 公演とか8公演の時はあの意外と落書きしますけど、この前のね B 公演はスタッフさん、マネージャーさんがなんか10分ぐらいかけてみんなのやつを書いてくださったみたいで、ちょ超面白かったんですけど、これですね、これすんごい、これ横になっちゃうかな、すんごい明朝体、なんていうんだろう、明朝体で書いてくれて、すごいなんかすっごい面白くてみんなで写真撮ってました。舞台仲良くなるために最初に何かゲームとかしたしてないですね。でも割と私自分から話しかけるタイプなんですけど、割とそう、なんか仲良くならないとさ、仲良くなった方が なんて言うんだろう言いやすいじゃないですか。そうだし、みんなと仲良くなりたいなと思って、普通に。そう、手書きなんですこれ、思ってね、いっぱい話しかけるんですけど、なんか本当に共演者の方々、キャストの皆さんも話しかけてくださって、特にそのツイッターで上げた池田彩さんが写真を載せてくださったんですけど、あとよく絡むフィッシュズアイのメンバーなんですけど、これよく絡む方々はい、そう、分かりやすく言う担当、分かりやすく言えばよく絡む方々なんですけど、そう、すごいね、ここみんな仲良くて、セリフの確認したりとか歌の音程確認をしたりとか、みんなでね、みんなが誰かいなかったらここはこうなりましたみたいな感じのとお話ししたりとか、すごいみんな、あと皆さんめっちゃフレンドリーで、そう、もう今日まで本当に数回しかまだ会ってないんですけど、そう、数回しか会ってないんですけど、もうね、ここは皆さんと話しましたね。5名みんなと話しました。ほんと面白い方々です。すごく、そうそう、すごいよかった、よかった、よかったわ。ゼロリンタルムさん、ハート、つむじかぜさん、バラ、ありがとうございます。あとね、みんなさんね、お兄ちゃんお姉ちゃん
な世代なんで、すごいなんて言うんでしょう、すごい何歳って聞いてくださいますそう、倉田瑠香さんは今日何歳って聞いてくださって、19歳ですって言って、そう、そこで結構話したり、超かわいい、超かわいいですよね、ほんと。超、私倉田瑠香さんの声がめっちゃ好きで、そう、声がね超いい声してらっしゃって、もうあのレッスン中、お稽古中めっちゃ惚れてました。一人で惚れてましたね。この中では一番下ですね、多分。みんなもう、私にお兄ちゃんお姉ちゃんがいたらこのくらいの世代だなっていう皆さん、だから本当にすごい頼りになる方々ばかり、嬉しいです、嬉しい、すごい楽しみですね。そう、元アイドリングやってらっしゃった、そうでやってらっしゃって、そう、すごい別の舞台もこう一緒にやりながららしくて、すごいなって思いましたね。さあラスト1曲弾いて終わろうかな。なんかないかな。出て。これ買いました。超動きやすいユニクロのズボン。いっちゃんさん、いっちゃん温度さん、ハートありがとうございます。ウルトラストレッチではなんか、なんだろうね、なんかどこのコーナーにあったかはめっちゃ忘れたんですけど、なんか確かあのパジャマとか、なんかストレッチじゃない、パジャマとか動きやすい素材がいっぱい置いてあるところにあった。プラ様一緒、プラ様一緒、大西ももかちゃんのやつ、レースの花柄ですか、なんだろうか、これは普通にこういうやつ、めっちゃ伸びるし、めっちゃ軽いんですよ。だから本当に履いてるか心配になるぐらい軽い。
ゃあプラスも一周で終わります。しりざけさん音符、しもじかぜさん音符、ありがとうございます。12時だ。ほんと最近帰ってきました。で、最近帰ってきて、最近結構メンバーも言ってるけど、時期なのかな、なんか帰ってきて気づいたらめっちゃ寝ちゃうって言ってて、確かにって話をしてたんですけど、本当に気づいたら寝ちゃってて、帰ってきて手洗って、私ももうあれなんで、スマホとかも全部消毒してって思ってたら目が覚めたら8時9時とか、ほんとそういう時期なんだろうね。多分急に暑くなって体力がね奪われたんじゃないかな。って感じなので、皆さんもねちゃんと水分補給しつつ頑張りましょう。ウーリーさん、いいねスタンプありがとうございます。ウリちゃん、これでか。本当。みんなで頑張りましょう。どこかで誰かの笑い声がして。
ー、ランキング見ます。ちょっと今日はちょっと違う弾き方と弾いたんだけど、気づきました。ああ大福食べるの忘れた。また財産リー、ありがとうございます。もう湿気で前髪で死ぬのが一番嫌です本当に最近。はい、ウリさんありがとう、スタンプありがとうございます。つむじかぜさん音符ありがとうございます。ますます。ということで58分なのでランキングを読みます。メールみんな届いた？なんか私エラーが、メールのエラーが出ちゃ、いろいろ出ちゃってなんか遅れてるかわかんないんですけど、ちゃんと届いてますでしょうかって感じなんですけど、ということで届きました、よかったです、ありがとうございます。ということでランキング読みます。 TKHKG さん13位、 TKHKG さんありがとうございます。12位ココさんありがとうございます。11位伯爵さんありがとうございます。9位しゅんごさんありがとうございます。あれ11位あめさん言ったっけ、ありがとうございます。10位伯爵さんありがとうございます。9位しゅんごさんありがとうございます。8位ゆきたんさんありがとうございます。6位ゆわとさん、7位ゆわとさんありがとうございます。6位ジュダさん、ミスさんのありがとうございます。5位ヤオミンさん、ミスさんのありがとうございます。やばい、4位横湯さんありがとうございます。3位ワクさんありがとうございます。2位アヌエさん、ミスが最高ありがとうございます。1位つむじかぜさんありがとうございました。それでは5412人ありがとうございました。明日も暑いけど頑張りましょう。それでは終わります。バイバーイ。